シャーフレッシュ毎日投稿アイドルフルーツポンチのシフォンポン。本日の企画はお菓子の味が全部入れ替わってる時、イエーイ。今日のターゲットがゆめかとかすみんなんですけど、この2人にドッキリを仕掛けていきたいと思います。まずゆめかに仕掛けるのがこのアクエリアスとポカリスエットの中身を入れ替える。2つ目がこちらのチョコアーンパンとクリームアーンパンの中身を入れ替えていきます。ゆめかは割とね、なんか胃に入れば何でもいい系の人間なので、味にはそんなうるさくないので多分バレないです。最後はこちらですね、じゃん、たけのこの里ときのこの山です。これはバレてもいいかなという。で、かっちゃんなんですけど、問題はもうあの子は絶対気づかないでしょう。皆さんご存知の通りぶっ飛んでるのできっと気づかないと思うんですよ。まあ、一応気づきそうな種類をいろいろ用意しました。まずこちら、じゃがりこのチーズ味とサラダ味、きのこの山とたけのこの里です。コーラとコーヒー、味はもう絶対違うじゃないですか。だからこれはもう多分即バレると思うので、さすがにこれで気づいてもらいたいなと思います。じゃあこんな感じでこれの中身を全部入れ替えていきたいと思います。それではやっていこう。フルーツポンチ、フルーツポンチには公式 LINE があります。動画内に出てくるキーワードを送っていただくと限定画像や限定動画をもらうことができます。ぜひ動画を最後まで見ていてください。お願いします。でも実際どうなの、みんな気づきますか、これ入れ替えられてたら。じゃあこちら入れ替えます。こちらも同じ、はい、こんな感じで開いたので、じゃあこちらチョコアンパンの中にクリームアンパンを入れます。こんな感じで、こちらアロンアルファで止めていきたいと思います。あ、いけた、これわかんなくない、え、死んでんじゃん。これはちょっと上出来ですね。はい、こんな感じで2品完成しました。これはもうね、一番難関な気がする。はい、ということでこんな感じでじゃがりこの味の中身が変わりました。で、これもアロンアルファでこちらの口を止めていきたいと思います。食べ物につかないように慎重に気をつけてやります。あ、ひっついた。はい、じゃあこんな感じで、2人が来るまでにちょっと一回全部中身を入れ替えていきたいと思います。フルーツポンチ、はい、ということでこちらとこちらに隠しカメラを設置しました。今から犬が来るので待っていきたいと思います。おはよう。お腹空いてるでしょ。お腹空いてる。お菓子食べていいよ。本当に、うん、食べる。いいの、ゆっくり。うわ、アクエリ大好きなんだよね。アクエリの方が好き。アクエリの方が好き。ほんと美味しい。昔見たのめっちゃ美味しい。さすが、ゆめちゃんチョコが好き。いただきます。ありがとう。うん、美味しい。チョコうまいな。チョコうまいな。何、クリームうまいな。うん、クリームうまいな。どっちもうまい。よかったね。うん、美味しい。カレーも美味しいわ。まあ、なんか懐かしいです。でしょ、うん。タケノコとキノコどっち派？え、絶対タケノコ。マジこれ譲れない。ね、ディベートする？いいよ。私は、うん、キノコ派です。はい。理由は、はい、可愛いからです。可愛い？キノコ。キノコは確かに可愛い。私はタケノコ派です。理由は、こっちの方が食感が可愛いからです。わかんないな。見た目も可愛い。え、じゃあチョコこっちの方が多い気がする、ちょっと。え、こっちの方が絶対チョコ多いし、なんで分かってるだけやな、ってビスケットに。うん、ちょっと上の部分チョコ。あ、そう。じゃあタケノコいいよね。じゃあ私タケノコの方が。なんで、キノコはいいんでしょ。こっちキノコだよ。あ、なんかしよう。分かった、分かった。仲良く食べよう。何キノコ入ってるね。え、なんでタケノコ食べるでしょ。え、キノコだよ。これ何、間違えてる。一個食べて電話する。食べてったらキノコで美味しい。美味しいんかい。うん、美味しい。じゃあこっちもキノコなんかな。キノコ食べとこ。キノコ食べとこ。あはははは、あはは、タケノコや。タケノコできた。入れ替わってる。おお。ということで本日の企画はお菓子の味が入れ替わってる。おー、なんてこんなの、アクエリの中身がポカリになってます。ポカリの中身がアクエリになってます。こっちなんだよ、こっち。違う、わかんないよ。何でも一緒、両方一緒一緒。1回目の味覚こっちだった、こっちかもしれない。
もう今年見たらよく違うじゃん形。もう全然気づかないじゃん。気づかないよこんなの。気づかんけどくない。これで気づいてくれなかったら終わりだと思った。これこの3点で気づいてくれなかった。でもゆめかにはハードルがあるカメラあちらなんですけど、これかゆめかはまあ案の定気づかないという結果でした。気づかん、これ天才。天才やった、うん、すごい。続いてかっちゃん来るんですけど気づかない。かっちゃん絶対気づかない。絶対気づかないですよね、うん、ってことでかっちゃんには別のお菓子を用意してます。いやバレるかな。いやバレないと思う。だって私よりさポンコツやん。ポンコツ頂点だからね。そう頂点だから多分気づかんと思う、はい、気づかない。ということでかっちゃん到着を待っていきたいと思います。はい、フルーツポンチおかえりだ。ただいまー。ただいまえ、なにこれ。お菓子が買ってきた。いいの、うん、え、じゃあこれから食べようかな。2年前にめっちゃ余ってたの。うん、もうね、う毎食じゃがりこだった。じゃあもうじゃがりこマスターじゃん。そうよ、マジで、うん、すごいね。じゃがりこマスターよかったわ、うん、え、これも食べていいの。食べた、うん、食べた。あ、うちも食べよう。かけな、うん、きのこ食べよう。塩フォルム、すごいね、うん、ね。お、いいや、かわいい。かわいい、かわいい。いただきます。全然いいよ。ん？え、待って、これなんかさ、うん、めっちゃ炭酸抜けとる、これ。どうしてやったの？落とすなんて。うん、ごめんごめん。かつね、いつもね、うん、コーラ飲むとき一回振るんよ、こうやって。ほんまほんまに。あ、炭酸抜けた。ほんと？抜けた？抜けた。美味しい？美味しい。うん。でもなんか、ちょっと上手くないの？砂糖抜けたかも、砂糖。砂糖も一緒に抜けたみたい。え、で砂糖さ、いつもさ、もっと甘いもん、これ。ちょっと苦いかも。なんか、え、コーラの苦いことある？なんか、いつもより甘さが足りん。まあ、いいんだけどね。ん？コーラだ。あ、ほんと？うん。あ、入った。まあ、確かに。やっぱり。うん。甘いチョコと一緒に飲んだらさ。あー。確かに確かに。うん。あのコーヒー無糖だから、そっちも飲んでいい。こっち？うん。なんか、邪魔裏くなるっけな。え？どうした？美味しい？あんまり。ということで本日の企画はお菓子の味が全部入れ替わってるときに、イエーイ。ちょっと待って、どういうこと。え、絶対飲んでるな、これ。一回飲んでる、飲んでる、何回も。そう、コーラだ。コーラなんです。え、これキノコ？パッケージ見て、見て、見て。タケノコの里の中身が？もう激似。激似だ。どこだ？激似だ。すごい。すごかったの。うん。口に落ちたっけ？うわ。そしてじゃがりこ、サラダ味が一番好きっておっしゃってたけど、うん、サラダ味もう一回食べてみて。うん。チーズ味です。うまい。うまい。味落ちもバレたし、うん、宇宙人になったというか。これちゃいましたね。これすごくない？何のトリックもないよ、ほんまじゃん。そう、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 青くなるんだよ、かっちゃん。え、すごくない？そう、で、こうやって、こうやってやると、こうやってやると変わっちゃうの、味が。え、しょ、じゃ、ほんとにすごい。でしょ？うん。え、で、かっちゃん、今度入れ替えてね。うん、わかった。フルーツポンチ。はい、ということでね、本日は、うん、味が入れ替わってるドッキリをしていきました。はい、あそこにカメラがあるんですけど、うん、頑張されたので、はい、ちょっと大成功かなと思って。大成功です。素晴らしかった。楽しかった。すごい。本日のラインのキーワードは魔法をかけた。はい、魔法をかけたです。お願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。動画が良いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしております。明日の動画も見てください。バイバイ。